大大神宮、天照大御神を祀る伏施神宮の内宮と言われているところの御正殿ですね。でこちらはですね、遷宮の後ですね、遷宮が後で、でその前はこの横隣に同じものをそっくりそのまま作って、今はこちらの方、入れなくなってますけど、この奥に同じような形で、御正殿を作って、で遷宮を移して、でこちらまた、20年後、こちらはまた一回取り壊しをします。でどうしても作り上ですね、なんていうか、廊下といえばいいのか、下の方はどうしても木が持たないという、作り方というのもありまして、こういうような、形をとっています。今日も、たくさんの方が、見られてますけど、もし遷宮の式の時に来られれば両方同じようなものが見れるという、ありますので、またその時に、来られてみたら面白いかと思います。